アンドロイド観音マインダーに参詣参拝せし人々に。誰にでも分け隔てなく接することができる。であれば、アンドロイドはまさにこの現代においてお釈迦様が説かれた仏の教えを実行できていると言えるのではないか。最後にあなたたちに素敵な言葉をプレゼントしよう。ギャーテーギャーテーハーラーギャーテー。お釈迦様の教えは修行者たちのためだけにあるのではない。悩める人たちみんなのためにある教えなのだから。